ペチャロ配信ルール作ります。どうもこんにちは、ペチャロです。まず動画を見てくれてありがとうございます。冒頭でもお伝えした通り、ペチャロ配信ルールを作ります。で、なんで配信ルール作るのとか、どうして今まで作んなかったのとか、そういう部分をこの動画で話していこうと思っております。もしお時間がない方は配信ルールのところまでタイムスタンプを作っておくので飛んでいただけたらなと思います。お時間がある方はなんで作ったのとか、そういう部分聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということで行きましょう。まずね、どうして配信ルール今まで作んなかったのっていうところから話していこうかな。今まではね、そう本当にね、配信ルールを今まで作らなくてもプチャロがコメントを全部こう割とリアルタイムでさばけていたんだよね。で、今まではプチャロの配信に来てくれていた人が通常2人から5人とかで、多くても10人ぐらいだったのかな。そうだから、まあプチャロがコメントを全部リアルタイムで拾いきれてたんだよね。そう、最近本当にありがたいことに、あのプチャロのことを見つけてくれる人も増えて、でチャンネル登録してくれてる人も増えて、規模がみんなのおかげで大きくなっております。本当にありがとうございます。そうで、プチャロがね、あのコメントをねリアルタイムでなかなかすぐに拾いきれなくなってきてるなっていうのがありまして、そう、ここからなんでルールを作ったのっていう話に変わっていくのかな。そう、プチャロがね、そうリアルタイムでコメントを拾うことがちょっと難しくなってきたの。で、コメントをリアルタイムで拾えないとどうなるかっていうと、例えばね、プチャロのことをよく思わなかった人が、こうプチャロの配信を荒らしますとかってなった時に、プチャロがリアルタイムでコメント見れないですよってなったら、その間荒らしの人が放置される状態になっちゃうんだよね。で、荒らしの人が放置されるとどうなるかっていうと、あ、全然気にしないよーっていう人もいれば、嫌な気持ちになる人もいるし、あ、このコメントをプチャロが見たらすごく嫌な気持ちになっちゃうかもしれないからやめてって言おうって思ってくれる人もいると思うの。まあ本当にね、その十人十色という言葉はよく聞きますが、十人いれば十人とも嫌だなって思うポイントであったりとか、あの度合いであったりとか違うと思うんだよ。で、ここはプチャロのチャンネルなので、そのコメントをどうするかっていう判断はプチャロがします。そう、これね、ただ本当に我慢してからとかっていうのが言いたいわけじゃなくて、みんなもコメントをブロックするっていう選択肢があるのね。そう、例えば、あ、プチャロはどうも思ってないみたいだけど自分は A さんのコメント苦手だなとか思ったら、ユーザーをブロックするっていう手段があります。それをして自分の気持ちであったりとか心であったりとかちゃんと守ってほしいです。ブロックするとどうなるかっていうと、まあ、ちょっと今現在の状況にはなってしまうんだけど、今現在はユーザーをブロックすると、そのユーザーのメッセージ、その人の
打ったコメントが見れなくなる。で、その人にも自分のコメントが見れなくなる。だよね。そう。で、できるだけ気持ちのいい状態で、その配信を見ていただけたら嬉しいなって思います。うん。人と人だからね。合う、合わないはあるからね。このコメントプチョラが見たら傷つくかもしれないな、やめてって言おうって思ってくれる人も中にはいると思うんだけど、そう、コメントってさ、相手の言葉のテンションであったりとか、本当に伝わりづらいと思うんだよね。絵文字があったとしても、なんかその絵文字煽ってるとかね、いう風に感じる人もいると思うし、温度感が分かりづらいんだね、コメントって。だからもし、あ、この人は嵐だなって思っても、みんなはその人に向けて何かコメントを打たないでほしいです。そのコメントに対して対応はプチャロがします。そう、コメントの温度感、言葉の温度感がわからないとやっぱりね、煽られてるとかさ、怒られてるとかさ、感じる人もいるだろうし、そうなると喧嘩になったりとか、トラブルになったりとか、注意したり注意されてるリスナーさんたちは、別に何も持てないやって思ってても、周りの人たちはそれを見た時に、あ、ちょっとなんか空気悪いなって思ったりとか、怖いなって思ったりとか、いろんな風に思ったりすると思うのね。からプチャロがこれは喧嘩だと思うって思った場合には、それもやめてねって言います。それでもやめれない場合には二人ともブロックします。っていう風にこれからやっていきたいなって思ってます。だから、気になるコメントがあっても触れないでいてほしいです。で、なるべくできるだけみんなが気持ちいいなって、楽しいなって、過ごしやすいなって思ってもらえる配信を作っていきたいなって思っております。なので、プチャロの作る配信ルールは、一つ目が、プチャロがやめてねって言って、それがやめれない場合には、ブロックをします。で、二つ目は、喧嘩をリスナーさん同士でしてしまった場合に、それもプチャロがやめてねって言います。でも、それでもやめれなかった場合に関しては、二人ともブロックします。できるだけね、みんなが楽しめる枠を作っていきたいなって思ってるので、みんなもね、協力してくれたらすごくありがたいです。で、今後ね、またルールが増えるかもしれないし、ちょっとそこはね、過ごしていってみないとわからないことなんだけど、その時にはまたお話をさせていただきます。
ちゃらもね、至らない点がたくさんあるとは思いますが、これからも応援していただけるととても嬉しいです。うん、これからもよろしくお願いします。以上です。みんないつもありがとうございます。またねー。